22シーズンぶり13回目の日本一を目指す明治大学ラグビー部。前へ前へとまっすぐに突進する明快なラグビースタイルで王座奪還を目指す選手たち。代表選ばれて海外相手と試合した時もやっぱ1対1ではその止められないという自信はついたので、そこは自分の武器だと思っています。年代別の日本代表に選ばれているスピードスター山村智也に一日密着。有言実行を明言する男のその輝きを記録する。これはあの練習前の毎朝の日課なんですか？そうですね、はい、軽くストレッチしてからグラウンドに向かうって感じです。僕ちょっと去年のシーズンで結構肉離れが多くて、太ももの筋肉ちょっと緩めないとダメなんで、それを重点的にやってます。毎朝体重測って自分の体重管理してます。やっぱ体重が何キロかと大事だったりするんですか？そうですね、はい、やっぱり体重の前後でパフォーマンスも変わってくるので、そうで、はい、ベストの体重ってのは何キロぐらいなの？今77です。あ、はい、ベストが77で、現在は？現在は、まあ、でもその辺を上下してる感じです。今からグラウンドの方に向かっていきます。はい。どれぐらいなんですか？グラウンドまでですか？あ、もうすぐです。もう 100m ぐらいです。はい、ダッシュだったら十分。そうですね、はい。山村選手っていうのはどういった選手なんですか？そうですね、彼はウイングっていうポジションで、まあ、仕事的にはトライを取ることが仕事になります。こう彼の良さはその早く動けるプラス止まれるっていうことだと思うんですね。やっぱりこうスピードが出た状態でピュッと止まれるっていうのは相手を一回止めることができるので、そこからまた動き出す、早く動き出すことによってやっぱ人を抜けると思うので、この早く動けるのとやっぱ止まれるっていうことが良さじゃないですかね、うん、やっぱりトップスピードからそのキュッと止まるのって難しいものなんですか？難しいと思いますね。こう脚力っていうか足の筋力も相当必要だと思うので、どちらかというとこう下半身の筋力っていうのは強いんじゃないかなと思いますね。止まる力っていうのはどういうふうに培われたの？そうですね、ちっちゃい時からなんか
通りすがる人とかマンホールとかそういうのをなんか見立てながら日常生活でもそういうステップとかなんか遊んで切ってたりしてたのでそういうのが、はい、生きてきてるんじゃないかと思います。街中でもじゃあステップを切ってた。そうですね、なんか常にイメージしながらやってました、ちっちゃい時から。これエッジ外側の人間が結構トークしてるんだけど、それ全部内側に伝えれてないから、外側の情報ってすごい一番多分的確で大事だと思うから、しっかりそれ聞いたら多分13番とかね、メインになるからしっかり内側に全部伝えよう。 OK、 それは多分持っていいディフェンスに脅威になるディフェンスになると思う。しっかりこれどんどんやって、で慶応戦いいディフェンスできるようになっていきましょう。はい、いきます。よっ、OK、 バックダウン慶応さんエースだけど、そっちの変わったもん。めちゃめちゃがっつりお前でああ、なんや小学校から一緒です。そう、こいつは小学校の同じチームで、はい、大学でまた一緒なんです。どうなんですか、仲いいね。いや、もうこいつキャプテンで、めっちゃチーで、こいつのお父さんが監督で、でもうそうですね、めちゃめちゃチームを引っ張ってくれてて、僕ラグビー嫌いだったんですけど、こいつのおかげでラグビー続けられてると思う。やめたかったどうしたの、緊張してるやん。そうなんです、心の友です。そうなんです、もう死ぬまで一緒っす。ちょっと喋ってないです。あったあったじゃん、チャイバーまかい。そうですね、なんかグループが何個かあって、でその中で日にち決めて回してやってます。はい、で今日僕担当の日なんで。結構掃除って後輩がいるみたいなイメージありますけど。あ、そうですね、でもなんか明治は1年から4年まで全員が均等に回してやるようになってます。はい、あ、1人で全部やったんだ。寝ちゃってますね。4人部屋なんですね。あ、4人っす。エアコです。メンバーってどうやって決められるんですか。あ、メンバーは部屋長が決めるんで、僕が、はい、仲いい後輩たちを取りましょう。ドラフトみたいな感じで。あ、そんな感じですね。はい、実際こう取り合うって感じですか、順番に。あ、そうです、部屋長会議みたいなのがあって、でその部屋長会議でその第一候補を出していって、まあでも大体もう決まってるんですよ。その会議までに大体誰が誰を取るみたいな情報が回ってくるんで、それを被らんようにして、で大体すんなり決まります。はい、たまに被る時なんですか。はい、被ったらじゃんけんでドラフトで、そのままにちょっと奥の方を見せてもらっていいですか。はい、大体なんかもう机とベッドがもう個人スペースみたいな感じで、ここは共有スペースですね。
あ、それぞれ机があるんですね。はい、そうですね。ちなみに山村さんの僕のこれです。なるほど、はい。これは何ですか？あ、これはあの僕の座右の銘があの有言実行で、はあはあはあ、お知り合いの方が書いて送ってくださいました。なんで座右の銘が有言実行なんですか？やっぱちっちゃい時から、まあ、その、まあ、父にまあ結構そう言ったことはしっかりやれっていうふうには言われてて、そういうふうに育ってきたので昔からもうこの座右の銘にして、はい、やってます、はい。部屋だとプライベートとかなくて大変だったりしませんか？あ、そうですね、確かにもうここがプライベートゾーンですね。カーテン閉めてプライベートゾーンにいるときは何をされることが多いですか？結構 YouTube 見たりって多いですね、はい。例えば YouTube で、あ、結構お笑い好きなんでお笑い見たりします。好きななんかお笑い芸人とか？好きなお笑い芸人ですか？ノンスタイルとか好きですね。あ
してんの俺ら。わかるよ、わからん。しょうもないことしてる。それなんか芸人の話とか結構してる。あ、芸人ね。さっきも言ったんですけど、そう結構コアなところも、はい、好きなんですけど、知ってるんですよ。知ってるんで、ハーフが知ってたのはそのトンツカタンっていう芸人ですね。三人組に。お前なんで知ってんねやろって思ってる。三人組だと思って。ほんま関連をまくってたどり着いた芸人やったんですけど、それを知っててみたいな。でも自分だけ知ってる、この優越感でいつも笑ってたのに知ってるからなんか。悔しかったですよ。そうなんですよ。もっと受け。まだ今の段階じゃ全然だと思います。だから、まあ、そのやっぱ最終的な目標としてやっぱ日本代表ってあるんですけど、やっぱそのフィジカルの部分とか、まあ、そのスピードとかステップのキレを落とさずにフィジカルをしっかりもっと鍛えていきたいなっていうふうに思っています。よし、よーっ、あざー、お疲れ様でした。お疲れ様でした。そう、長かったですね。そうですね。いつもこれぐらいの長さ。そうですね、はい。いつも朝練から始まって、授業、ある日は授業行って、ウェイトしてっていう感じで、はい。最後の質問なんですけども、はい、大学スポーツで得たものなんですか？そうですね。僕が大学スポーツで得たものは、そのラグビーに対する取り組む姿勢の大切さを学びました。具体的に言うと、そうですね、高校までは一つ一つのプレーをうまくこなしていくっていう風にやってたんですけど、やっぱ高いレベルになればなるほどそれだけじゃ通用しなくて、そのグラウンド外のところでもラグビーに真摯に向き合ったりとか、その練習中も常に成長できるように貪欲に取り組むっていうことが大切っていう風に、その姿勢のところを学びました。ありがとうございました。ありがとうございました。